気にナイトメア退治のお時間です。今日はどのナイトメアを退治しに行きましょうか。とある界隈を騒がせている悪党があってどうでしょう。人を騙してマキンキーを巻き上げボロ儲けしている悪党です。そいつの噂なら聞いたことがあります。その正体は人間ではないらしいですよ。そうみたいです。何かが人間に化けていると聞きましたが、なんだっけ。神近狐だったと思います。どちらにしろ獣の分体で人間を騙すなんて許せませんね。同感です。すぐに退治してきてください。ついでにそいつが溜め込んだ金品も巻き上げてきてくださいね。両親の記憶はほとんどない。物心ついた時にはもう俺は一人だった。狩りの仕方すら知らない痩せっぽちの獣が一人で生きるためにできることなど限られている。泥水をすすり、他の獣の食べ残しを漁り、時には土を口にして生きてきた。人間の食べ物を盗むのは危険だが、見返りも大きかった。成長した俺はやがて、己が持っていて他者が持っていない特殊な力に気づいた。人間に化ける。それが俺の力だ。とくとご覧に入れましょう。力に気づいてからというもの、俺の生活は劇的に変化した。もう薄汚れた毛並みで物陰に隠れ、惨めな思いをする必要はなくなった。ある時は妖艶な娼婦に、ある時は死にかけの老人の孫に、ある時は町一番の豪商の使用人に、様々な人間に化け、なりすますことで、俺は実に多様な利益を得た。人間を騙すことなど、たやすい。詐欺師狐。いつしか俺は、そう呼ばれるようになった。一度騙し始めたなら、最後まで騙し切る。これが俺の美学であり、モットーだ。しかし、狭い町で何度も詐欺を働けば、
正体が露見する可能性は跳ね上がる。今が潮時と判断し、俺はある日馴染みの町を出た。山を越えたところで老人が崖下でこと切れているのを見つけた。俺は用心深く崖下に降り、老人を見分する。彼はこの先の領主だった。彼になりすませばうまい汁が吸えるだろう。俺は早速領主に化け、村に向かった。とくとご覧に入れましょう。村に到着するなり、俺は村人たちに囲まれた。なりすましが失敗したかと身構えたが、そうではなかった。一日で戻ると言って出て行った領主が三日も戻らず大層心配したと村人は言う。俺の無事を喜び涙ぐむ者までいた。領主は村人に慕われていたようだった。俺はそれから村人たちに愛される高校野の領主として村に住み着いた。のどかな村で村人たちと過ごす穏やかな日々。時は緩やかに流れていく。まだ終わりではありませんよ。さて、お屋敷に戻らなければ。
村人たちは誰もが額に汗して働き、助けを必要とする者がいれば手を差し伸べ、困りごとがあれば領主たる俺に相談した。領主は村で絶大な権力を誇っていたようだ。彼の屋敷は広大で多くの使用人がいた。だがそれでも半年経ったある日、隠し部屋を見つけた俺は目を疑った。そこにはたかが村の長にしてはあまりにも多くの財産が保管されていた。村人に慕われ頼られ愛される領主、彼は一体どうやってこの莫大な財産を手に入れたのか。とくとご覧に入れましょう。とくとご覧に入れましょう。謎を解く鍵は隠し部屋の帳簿類にあった。村で栽培している植物の卸値が異常に高い。その植物は数年前に領主が村一丸となって栽培していこうと提案したものだ。新薬の元となる需要増加が見込める植物、これを栽培するようになってから村は瞬く間に潤うようになったという。この植物栽培は今では村の生命線だ。だが隠し部屋にあった図鑑によれば、あの植物の名は大麻。そして卸し先は全国規模の裏組織。領主は村人に大麻を栽培させていたのだ。救助は得意なの。とくとご覧に入れましょう。領主の裏の顔が俺にもたらした衝撃は相当なものだった。
俺は部屋を元通りに隠すことを忘れ、頭を整理するためにその場を去り、おそらくその時、使用人の誰かが隠し部屋に気づき、俺同様に全てを知ったのだろう。いつしか、領主の非道な行いは村中に広がっていた。ある者は、領主を許すなと憤り、ある者は、領主様はそんなことをしないと、やはり憤った。次第に村人たちは、領主派と反領主派に分かれ、争うようになっていった。村にはいさかいと悪意がはびこるようになった。なぜだろうか。村人たちが声を荒げ、互いを罵る様を見ると、胸が締め付けられるように痛む。俺は、領主になりすました俺は、どうするべきか。悪名高い詐欺師キツネならば、領主の隠し財産を持って姿をくらますか。だが、俺には譲れない矜持がある。一度騙し始めたなら、最後まで騙し切る。ならば俺は、村人を騙し切らねばならない。俺が演じたのは、善良な領主。皆が慕っていた領主は、あくまで、善人であったと。ケチラス。さて、お屋敷に戻らなければ。
バカな村人どもめ、俺が長年漁師に化けていたことにも気づかずに。お前たちが慕っていた漁師なら崖下に突き落として殺してやったわ。村に大麻を持ち込んだのはこの俺よ。正体を表し高らかに笑う俺に、村人たちは揃って怒り狂った。彼らは俺を捕らえようと闇雲に向かってきたが、その手をすり抜けるのは簡単だ。あとはこのまま村を出るだけだが、そこに突如現れたのだ。薄気味悪い人形を2体連れた人間が。俺はいともたやすく追い詰められた。圧倒的な力で叩きのめされ地に伏せた。虫の息となった俺を村人たちが取り囲む。死ぬ前に教えてほしい。領主様の遺体はどこにある？せめて手厚く葬らせてくれ。俺は笑いながら教えてやった。漁師を突き落とした崖を、その遺体が埋もれる崖下の場所を。すると村人たちは顔を見合わせた。その崖ができたのはほんの一年ほど前のことだが。力ずくで決める。とくとご覧に入れましょう。
さて、お屋敷に戻らなければ。村人によれば、漁師の遺体がある崖は1年前の大雨によってできたものだった。だから俺が何年も前に漁師を突き落とせるはずがないのだ。辻褄が合わないではないか。なぜそんな嘘をつくんだ。まさか我々を騙していたのはやはり本物の漁師様だったのではないか。ならばこの狐はなぜ自らを悪者にするような嘘をついた。もしやと思うが、我々のためか。俺を見下ろす者たちからそんなざわめきが聞こえる。違うと言わなければ、別の崖だったといえば済む話だ。彼らを最後まで騙しきらなければ。だがもう声が出ない。俺は詐欺師としての美学を貫き通すことができなかったのだ。ありがとう、キツネ。あなたは我々の良い領主様だった。おえつまじりの声が遠くなっていく。俺は残る力を振り絞って口角を引き上げた。果たして俺は最後にうまく笑えただろうか。